お互いワンピース好きで、それなりに公式の仕事も僕もちょっとしたことがあるので、お宝とかエピソードって結構あっても、なかなか喋れないんですよね。なるほど。この際に、ワンピースの面白さを語っていくついでに、お宝自慢しようと思ってるんですよ。持ってきましたよ、今日。持ってきました。はい。じゃあ、まず、ゲストなんで一応、はい、僕の方からちょっと紹介したいと思います。ぜひぜひ、お願いします。まずね、出てると思うんですけど、僕、これなんですよね、うん。このフィギュアが一番やっぱいいなと思っていて。これ素敵ですよ。これ、プレゼントしたんですよ。これ、いただきました。はい、バッチリ部屋に飾って。ね、これね、これゲーセンのこれ景品のフィギュアなんですけど、僕がプロデュースさせてもらったワンピースのフィギュアなんですよ。僕も本当に一般人としてワンピースが普通に好きで読者だったんですけど、フィギュアがとにかく好きで、もう小田先生の造形されるキャラがめっちゃ好きなんですよ、はい、でそれがなんかフィギュアにどん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 なっていくのが嬉しくて、フィギュアコレクターになったんですけど、はい、自分でいつか好きなフィギュアプロデュースしてみたいなと思った時に、お声をかけていただいて作ったフィギュアなんですよ。そうなんですよ、これちゃんと名前もこう後ろに載せていただいてるんですけど、なかなかないことじゃないですか。いやこのねデザイン自体がそもそも集英社があまり許可出さないデザインなんですよ。この3体って並べたくないんで、現実で合ってない3体を同じ絵にするのって嫌がるんですよ、なるほど。フィギュアだから多分1体1体1体にしてるから多分許可出たと思うんですよね。これちょうど奇跡的な、そうなんです、素晴らしい3体。いやもうおっしゃっていただいて、すごい、はい、裏話もすごいですねこれ。いやこれすごいですよね。普通はルフィだけまず出るんですけど、はい、そこにエースとサボのハットがある時点でおかしいので、すごく大変だった記憶がある、うん、これよく許可出たなと思いました。いや本当にもう担当者さんがすごくね押してくださったと思うんですけども、ちなみにの、はい、僕 T シャツでこの3人が揃った T シャツを一回作ろうと思ったんですよ、うん、オリジナルで、うん、ただこの3人が揃った絵っていうのがまだ世に出てない、うん、出てるのは妄想の絵しか世には出てないから、スペクトのね、そうですそうです、だからこの3体を並べるのはダメなんで、エースをちょっと透かしてくれたら OK ですとか、おそういういろんなことしたんですけど、最終的にちょっと、まあ、デザイン的に良くならなかったんでやめたんですけど、なるほど、本当にそれぐらい大変です。それが誰しもが見たい絵なんだよね、うん、結局はこの ASL がちゃんと大人になって仲良く冒険してる感じって、そうなんですよ、見たいっすよね。これ夢あるよ、このそれぞれのアイテムを持って。ありますよね。たまんないこれ。なんでそのプロデュースできたっていうことも夢が叶った一つですし、うん、はい、この3体が見れたことも夢が叶ったことなんで、僕のお宝なんです。素晴らしい、これはお宝、ありがとうございます。間違いない。それとたまたま、おっ、本当だ、スペクトル、はい、この T シャツを着て小田栄一郎さんの家に遊びに行きました。すごい。でその時に最終確認で、この3人が揃う日来ますかって小田さんに聞いたんですけど、いやなかなか聞きにくいことをズバッと、はい、それもこれが最後ですと言っていましたんで、うわー、はい、でそれをいただいたという伝説っすね。これもう思い出なんで一応取っといてるんですよね。へえ、さっきから重要情報しか出ないですね。すごい、やばい。そうなんです、 Vlog でよかったな。これはちなみに顔が見えてないから、この同じ絵にいても OK だという。はあ、なるほど。これがサボかどうかわからない。確かに確かに、このサボって本当にサボですかって言ってました。わかんないですよねこれだと。確かに確かに、これちなみに集英社さんから出てるんで、ちゃんとしたやつ、公式ですもんね。公式です、はい、はい。